全世紀のトゥームストーン。1881年トゥームストーンはアメリカ合衆国アリゾナ州南東部に位置するコチセグンの都市。かつては銀山の町として栄え、その人口はサンフランシスコをしのいだ。しかし人口が掘り尽くされると町は急速に衰え、2006年の推計では人口1569人にまで減少した。現在では町全体が 国の史跡に指定され、西部開拓時代の辺境の町の街並みを残す、生きた博物館として、観光客を集めている。日本では、ツームストーンとも表記される。エド・シーフェリン。1880年、トゥームストーンにて1877年夏、エド・シーフェリンは、アリゾナ巡州南東部、サンペドロガー東岸の丘陵地帯を探索していたとき、グース大地と呼ばれる高台に、 豊富な銀の鉱脈を見つけた。トゥームストーンという名は、シーフェリンがこの地の銀行の採掘権を得たとき、この地の過酷な環境を揶揄して付けられたものであった。シーフェリンは石を集めていたとき、部下の兵士に、水のない丘陵地帯で、しかもアパッチ族による攻撃まで受ける、この地で見つける石は、彼の墓石になるであろうと言ったのである。1879年にトゥームストームは正式な、 町になった。この町は銀の鉱山町として急速に発展を遂げ、翌々年の1881年には人口1000人に達し、市に昇格した。市に昇格すると、今度は1年経たないうちに人口5000から1万5000人にまで増え、新しく成立したコチセ群の郡庁所在地になった。市には冷蔵施設ができ、アイスクリーム店や、 アイススケートリンクまでもができた。水道施設が整えられ、電報や電話も開通した。コーンウォールやヨーロッパ出身の資産家、実業家たちはこの地に移民として流入してきた。中国系移民によってサービス業も発達した。しかし、荒野の中に土地場として形成されたトゥームストーンの街は良いことづくめではなかった。鉄道がなかったため発展した街の中心部とは 対照的に周囲には荒涼とした人気のない砂漠が広がっていた。そうした砂漠を活動範囲とするギャングもいて治安はあまり良いとは言えなかった。ギャングたちはトゥームストーンにやってきては街を荒らし、北部の実業家や移民の甲府たちを殺したりもした。旧古海図郡裁判所の処刑場の公主代繁栄は長くは続かなかった。もともと砂漠地帯で 水が不足していた上、爆発的な人口増加によって、特管工事で建てられた木造の建物が多かった。トゥームストーンは、1881年と1882年5月の2度に、渡って大火に見舞われた。特に2度目の大火は、トゥームストーンの繁栄の歴史に終止符を打ったと言っても、過言ではないものであった。1880年代中盤に入ると、銀行は掘り尽くされ、 校内は地下水で溢れるようになった。以後、トゥームストーンは長楽への道をたどり、ゴーストタウンと化した。1929年には南東約4 5キロメートルに位置し、道の露天掘りで人口が増えたビズビーニ軍長が移った。しかし、旧古海図軍裁判所と隣接する処刑場は博物館として残っている。ブートヒル墓地はトゥームストーンが繁栄していた時期に暴力。 または病気で亡くなった人たちが眠る墓地である。この墓地は、トゥームストーンで臨地にあった、もしくは死刑を受けた者の行き先でもあり、死者が履いていたブーツが、墓碑にかけられたことから、この名がついた。現在、墓碑は木を模した、金属製に置き換えられているが、当時の雰囲気を十分に味わうことができる。 この歴史的な墓場の入り口には土産物屋があり、その店内から入場料を払い入ることになる。1881年にトゥームストーンで起きた暴力事件の代表ともいえ、何度も西部劇映画の舞台になったオー牧場の血統が起きた場所も史跡として残っている。同史跡は見学料を課しているが、市のメインストリートであるフレモント通りからその大部分を見ることができる。 トゥームストーンはまた世界最大のバラの茂みが植えられている地でもある。このバラの茂みはギネスブックにも登録されている。1885年に植えられたこのレディバンクシア種のバラは1年を通じて晴天に恵まれたこの地の気候の影響もあって成長状態が良く宿屋の屋根上約743平方メートルをカバーし12本の幹を有している。 現在のダウンタウントゥームストーンこういった歴史的なものが数多く存在するトゥームストーンは1961年に1870年代から1880年代にかけての辺境の街の街並みが最もよく保存された例として国の歴史地区に指定された。現在のトゥームストーンの主産業はこの歴史地区を生かした観光である。2005年7月に発表された CNN の記事によると、トゥームストーンを訪れる観光客の数は、年間45万人に上る。現在の常住人口が約1500人であるので、人口1人当たり300人の観光客が訪れている計算になる。しかし市内の酒場が24時間営業し、売春宿が立ち並んだ前世紀とは異なり、現在のトゥームストーンは落ち着いたコミュニティで、夜遅くまで開いている店は、 ほとんどない。しかし過度な観光家は、トゥームストーンの歴史的価値が危機にさらすことでもあった。2004年、アメリカ国立公園局は、トゥームストーンの歴史地区が危機状態にあると宣言し、地元コミュニティに対し、適切なスチュワードシップ性による保全を求めた。国立公園局が不適切と指摘した点には次のようなものがある。また、市内の道が舗装されたことも、 歴史的な街並みの保存に反するものであるとされた。これらの問題点の対策として、2006年1月現在、トゥームストーン修復委員会は、市内の歴史的建造物の修復に尽力している。市内の通りに施された舗装は剥がされ、再び、歴史的な誇り道に戻った。トゥームストーンの一トゥームストーンは、 北緯31度42分57秒整形110度3分53秒、北緯31.71583度整形110.06472度、31.71583-110.06472に位置している。通村の東南東約 110km、フェニックスの南東約 300km に位置している。アメリカが州国統計局によると、 トゥームストーン市は総面積11.1、軽平方メートルである。市の全域が陸地であり、水域はない。ダウンタウンは、西北西東南東方向に約2キロメートル、北北東南南西方向に約800メートルの範囲内に収まっている。ダウンタウンの道路は、整然と区画されている。アリゾナ州道80号線がダウンタウンを通っており、フレモント通りとして、 市のメインストリートになっている。西部開拓時代の街並み保存の一環として、アレン通りなど一部のダウンタウンの通りは、舗装が剥がされている。トゥームストーンの気候は温暖な冬と暑い夏、そして一年を通じて乾燥した気候に特徴づけられる。夏の平均気温は摂氏27度ほどだが、日中は摂氏35度に達する。ただし湿度が低いため、 夜になると摂氏20度程度まで下がって涼しくなり日本のような熱帯夜にはならない。冬でも平均気温は摂氏10度程度、夜でも氷点下に下がることは滅多にない。降水量は1年を通じて月間0から25ミリメートルほどであるが7月8月は短い雪で月間75ミリメートル程度の降水がある。 年間降水量は200から250ミリメートル程度である。欠片の気候区分では砂漠気候に属する。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。ありがとうございます。